では本日はオーダーしていただいた、タイヤの方を紹介します。こちらですね、駆動用の、区切りタイヤ、重荷重タイプになります。タイヤは408を、使用しております。こちらですね、ハブ穴は80杯の、ボルトの締め穴が、120のハブをご使用いただけるものになってます。ダイハツ穴といって、標準といいますか、業界でよくあるサイズ、業界標準という形になります。